すっごく元気ね。笑顔パトロールにぴったりだわ。待って待って、どこ行くの？今日はハグミの誕生日会するんでしょ？そうだったわ。ハグミ、お誕生日おめでとう。ありがとう、ココロン。私たちからプレゼントだよ。これって？最近ハグミが練習の合間に食べていたお菓子の詰め合わせさ。これでハグミの笑顔を見られるとは。なんて儚いお菓子なんだ。わーい、みんなありがとう。これ、この後お水を混ぜ混ぜして色が変わったり泡が出たりするお菓子だ。他にもすっごく伸びるお菓子も入ってる。ねえねえ、今からみんなでやってみようよ。不思議な粉が入ってる袋には数字が書いてあるんだよ。まずは1番の粉とお水をくるくる混ぜ混ぜしていくとね。すごいわ、青色になった。次は2番の粉を入れるね。くるくる混ぜ混ぜ。ゆっくりと赤色に変わっていく。一体どんなトリックを使っているんだ？ひなちゃん先生が教えてくれたんだけど、アルカリ酸が酸性って言ったから色が変わるんだって。多分化学反応のことを言ってると思うんだけど、全然そう聞こえないのはハグミマジック。あれ、ひなちゃん先生ってパスパレのひなさん？そうだよ、この前一緒に食べたんだ。急に泡がムコムコ出てきて、ひなちゃん先生が魔法使ったのかと思ったよ。なんで泡が出るかは分かんなかったけど、面白いなって思ってそこからハマっちゃったんだ。そうだったんだ。化学反応だってことを知らないで作ったらびっくりするよね。うん、ハロハピのみんなとも泡モコモコやりたいな。